ウヌアリブロ、ロシア語版、ウヌアリブロ英語版、ウヌアリブロは最初のエスペラントの学習書であり、この本によってエスペラントは初めて社会に発表された。初版は1887年7月26日に、当時はロシア領だったワルジャワで発行された。初版はロシア語版だけだったが、1887年内にポーランド語、ドイツ語、フランス語、 英語に翻訳され、1989年にはヘブライ語版も発行された。発行時ザメンホフはディーロ・エスペラントというペンネームを使用したため、それがこの言語の名前となった。40ページからなるロシア語版が発行されたのは、まだザメンホフがエスペラントに改良を重ねている時期だったこともあり、現在のエスペラントと違う部分があった。 これらは、その後発行されたフランス語版などにはない。いくつかの単語は、現在では使われない意味を持っていた。相関詞のうち、時を表す部分がロシア語版では案だったのが、その後の版では AM に変わっている。次はロシア語版に含んでいた古今の統計である。ありがとうございます。